ジョゼフ・ドッジと、大倉大臣、池田隼人・ドッジラインは、戦後占領期の1949年2月に、日本経済の自立と安定とのために実施された、財政機に引き締め政策。インフレ、国内消費抑制と輸出振興が軸。GHQ 経済顧問として訪日した、デトロイト銀行頭取りのジョゼフ・ドッジが、立案、勧告した。 1948年12月に GHQ が示した経済安定級原則の実施策である。ドッジプランとも呼ばれる。敗戦後3年を経過した日本は未だ GHQ の占領下にあった。この頃アメリカとソ連の間ではすでに冷戦が表面化していたため GHQ は日本をアジアにおける反響の取り出に仕立て上げる必要に 迫られていた。そこで、ジョゼフ・ドッジは、後にドッジラインと呼ばれる経済合理化政策を、画策日本の資本主義を強化する方策を打ち出し、翌年の1949年3月7日、ドッジが、内外記者団との会見において発表するに至った。訪日したドッジは、記者団への会見で、日本の経済は両足を地につけておらず。 竹馬に乗っているようなものだ。竹馬の片足は、米国の援助、他方は、国内的な補助金の機構である。竹馬の足をあまり高くしすぎると転んで、首の骨を折る危険があると述べた。ドッジが指摘した、この状況は、竹馬経済と呼ばれるようになる。なお、ドッジは、古典的な自由経済主義者であって、新自由主義を信奉していたため、 筑区場発言にも見られるように統制的なインフレ対策を嫌った。しかし GHQ の経済官僚はニューディーラーとして介入的なインフレ対策を支持したためどっちは必ずしも歓迎されなかったとされる。一般会計のみならず特別会計政府関係機関勘定を含めた総予算での長均衡予算すべての補助金の可視化。 および廃止復興金融債券の発行と、新規貸し出しの停止1ドルイコール160から600円であった、複数レート制の改正による、1ドルイコール360円の、単一為替レートの設定物資統制と、価格統制の全自廃止、自由競争の促進復筋インフレの収束と、市場の機能改善、単一為替レートによって、日本経済が、世界経済にリンクされ、 国際市場への復帰が可能になったことなどが、好影響として挙げられる。その一方で、デフレーションが進行し、失業や倒産が相次ぐ、ドッジ不況が引き起こされ、1950年7月6日には、ついに、東京証券取引所の修正平均株価は、算出来の安値となる85.25円を記録した。これは、現在に至るまで、 市場最安値となっている。金融引き締めに伴う大企業の首切り、合理化は、死別を極めたが、同時期に国鉄、専売局が公社化されたことも、相まって、社会は混乱した。こうした首切りに対して、労働組合側は反対闘争で応じたが、中でも60万人の組合員を要する国鉄、労働組合は、その中心勢力であった。 国労組合員10万人の首切りが成功するか、どうかが、ドッジライン製品を左右すると言われていた、状況下、下山、三鷹、松川の国鉄三大事件が発生するなど、社会情勢は非常に不安定になった。その後、結果として合理化は成功し、さらに1950年に、朝鮮動乱の勃発で、状況は好転。 朝鮮特需と呼ばれるご景気が起こった。ありがとうございます。